皆さんこんにちは、おたやめちゃんです。はい、ということで今回はですね、12月9日発売のサンリオキャラクターズあたいくじ引きに行きたいと思います。はい、ということで久しぶりのくじ動画になるかなと思うんですけど、今回はですね、サンリオキャラクターズのルームツアーをイメージした当たりくじ、お部屋で楽しく過ごせるアイテムを中心にラインナップということで、今回もですね、いろんなキャラクターたちがラインナップされてるんですけど、まず上位賞がクッションですね。クッション2本とパンケーキメーカー2本、なぜかボールが2本ずつなんですね。キリミちゃんとタキシードサム、キリミちゃん珍しめで、ポーチこれも3本ずつで、メロクロちゃんがおる。メロクロちゃんとポチャコキミとキリミちゃん、すごい、キリミちゃん珍しいですね。あとアクリルスタンドもね、3本ずつ、なんかしらアクスタ当てたいな。あと5本ずつあるのが引き出し、リトルツインスターズとポムポムプリン、なんか珍しい組み合わせ。マグカップセット、ピンクとブルー5本ずつで、あとクリップセット、これなんか珍しめな商品で、これ欲しいな。ピンクとブルー5本ずつ。メロクロちゃんがね、ちょっと別々にラインナップされてるんですよね。なのでこれはちょっとどっちか欲しいな。最後一番多いやつがトートバッグ8本入ってます。トートバッグ祭りにならんように引きたいなと思います。はい、ってことで今回のくじは1回800円、早速ですね引きに行きたいと思います。チャンネル登録お願いします。引いてきました。今回もさ、めっちゃ引き良かってんけど、家電系をね、引く率が結構高いんじゃないかなと思ってるんですけど、今回もですね、まさかの家電ゲットでーす。はい、ということで早速ですね、当たったものを紹介していきます。まずこちら、プラマグセットのブルー当たりました。これがですね、シナモンくんとサムくんの2種類の絵柄なんですけど、ちょっと開けてみます。すごい、これ思ったより結構大きめで、めちゃくちゃ可愛い。こっちがサムくん、ちょっとヘアバンドつけてる、珍しくないですか？可愛い。で、いろんなキャラがおるんかと思ったら、両面サムくんで、見て、お料理してる。こっちがシナモンくん、これめちゃ可愛くない？ターバン巻いてる。で、くるっと回すと、なんか小物とかもね、めちゃくちゃ可愛い。はい、シナモンくん、お茶してますね。こんな感じで2種類セットになってます。で、一応ですね、こんな感じで重ねて収納することもできます。取ってあるからね、使いやすそう。続いては引き出しです。これがですね、リトルツインスターズとポムポムプリンクの2種類ですね、当たりました。これがね、なんか思ったより大きくてめちゃくちゃ可愛いんですよ。こんな感じでプラスチックの引き出しになってるんですけど、ここにね、イラストが書いてて、こんな感じで見て、結構大きいんですよね。ちゃんとさ、ストッパーもついてて、こうガサって全部出てこないようになってます。前から見ても中身見えるし、この横から見てもね、透けてる感じが、中身見えて可愛いなと思いました。こっちがプリンくん、プリンくんもさ、見てこれ、めちゃ可愛いんやけど。開けるとこんな感じで、結構いっぱい入りそうですよね。ここがこんな感じで重ねれそうな形になってたので、重ねてみると
こんな感じで結構ね、しっかり重ねることができました。これさ、何個当たってもいいよね。どんどん上に重ねられるし。むしろもうちょっと欲しかったかも。あとこちらのクリップセット。こちらは5本入ってるんですけど、なんと私3本も当てちゃいました。見て、これ結構大きめで、シナモンくん、プリンくん、サムくん、かわいい。クロミちゃん、ゲームしてる。ポチャッコ君、あ、すごい、なんかおしゃれ。なんか男の子キャラの中にクロミちゃんがね、こう一点って感じで、なんかこれはこれでね、エモいなと思ってるんですけど。で、このクリッププラスチック製なんですけど、結構ね、大きめサイズで、めちゃ可愛いんやけど、ここで挟むタイプになってて、結構ね、挟む力も強めやなと思います。で、これイラストがさ、ゲームしてるイラストで、なんかさ、クロミちゃんがちょっと不機嫌なのか、にっこりしてないのもすごい可愛くて、普通にね、飾っても可愛いなと思って、これめちゃくちゃ嬉しいです。しかも一袋に5キャラもね、入ってて、なんかお得な気がしました。あと、アクリルスタンド2種類当たったんですけど、ここはちょっとね、メロクロちゃん引きたかったなぁ。4種類あって選べないんですけど、実は3本ずつしか入ってないという、結構ね、難易度高めでした、アクスター。私が当たったのがポチャッコ君とポムポムプリンくん。で、これ台座がこんな感じで、こう組み立てたらちょっとお部屋っぽくなるっていうものらしいんですけど、ちょっと組み立ててみたいと思います。プリンくんこんな感じで、本体のプリンくんと、このね、背景がプリンくんのお部屋みたいな感じでめちゃくちゃ可愛いんですよ。こっちがポチャッコ君のお部屋で、寝巻き姿なんかな？これめちゃ可愛いんやけど、ちょっとバブイですよね。なんかお部屋がさ、結構ザ男の子って感じのお部屋で。このサム君は何なんやろ？ヌイなのか本人なのか。ちょっと組み立ててみます。台座こんな感じです。お部屋こんな感じでめちゃ可愛くない？二人のね、お部屋がドッキングしたみたいな感じの背景になってます。プリン君とポチャコ君を立てたらこんな感じなんですけど、結構ね、ポチャッコ君が隠れてるんですよね、プリンくんで。アクスターを刺すところが決まってるから、ちょっとね、思っきし目がさ、プリンくんの耳で隠れてるんやけど、これはもうちょっとなんとかしてほしいなって感じですよね。結構、横から見ないとポチャッコ君はね、見えないです。この背景だけでもすごい可愛いので、この二人をね、取り除いて、推しのね、アクスターをここに立てても可愛いんじゃないかなと思います。こっちがキキララちゃん。キキララちゃんもちょっと組み立ててみます。こっちがキキくん。なんかお部屋も可愛いしさ、見てこれ。キキくんもむちゃ可愛いんやけど。こっちがララちゃん。なんかララちゃんもさ、お部屋ピンクで、ララちゃんも見て髪型むちゃ可愛くない？これはちょっと可愛いお部屋になりそうな予感。台座はこんな感じで星柄になってます。見て、ピンクと紫でお部屋むちゃ可愛いんやけど。見て、めちゃくちゃ可愛い。キキララちゃんもね、ちゃんとこうお互いね、避けてというか、ちゃんとどっちも見えるようにね、座ってます。めちゃくちゃいい。これなんか色味もさ、ちょっといつもと違って可愛いですよね。こんな感じで小さいお部屋みたいでね、アクスタめちゃくちゃ可愛かったです。あとこちらも3本しか入ってないポーチ、なんとマイメロちゃんが当たりました。めちゃ嬉しい。結構サイズが大きめで、なんかクッションみたいにふわふわしてます。キーホルダーもついててね、カバンとかにつけても良さそうではあるんですが、結構大きいです。後ろがこんな感じで、ここがねチャックになってて、こんな感じですね。まあすごいいっぱいは入らないとは思うんですけど、まあちょっとぐらいのね小物やったら入るかなって感じです。もこもこふわふわでめちゃくちゃ癒されます。チャンネル登録お願いします。最後ですね、パンケーキメーカー。これは2本しか入ってないやつなんですけど、無事に当てました。嬉しい。やっぱ今回クッションよりかはパンケーキメーカー欲しかったので、めちゃくちゃ嬉しいです。え、見て、サイズ感めちゃ可愛いんやけど、小さめ。こんな感じで電気コードがついてるので、すごいね、簡単に作れそう。で、これ色もめちゃ可愛くて、いちごミルクみたいなピンク色です。で、これキャラがマイメロちゃん、シナモンくん、キティパイセン、プリンくん。めちゃ可愛いですよね、みんな。で、ここを開けると、おー、すごい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 。これ見えるかな？みんなのお顔の形になってて、この形でパンケーキが焼けるそうです。めちゃ可愛くない？プリンくん、キティパイセン、マイメロちゃん、シナモンくん。すごい！なんかお顔のね、造形とかも細かそうでめちゃくちゃ可愛い。説明書読んだら、ここにね、生地を流し込んで、こういう風に。パタンと閉めたらできるっていうものらしいんですけど、このプレートはね、フッ素加工してるって書いてるんですけど、ちょっと注意点があって、洗えないらしいです。本体の丸洗いはできませんって書いてて、プレート取り外されへんから、
ちょっとね、お手入れは慎重にって感じですね。まあでもね、こんなに可愛いパンケーキなかなかできないと思うので、ちょっとね、時間ある時にでも作ろうかなと思います。今日はちょっとね、できないんですけど、またね、ちょっと時間がある時に作りたいと思います。なかなかピンク色でこういう家電って少ないから、で、パンケーキ結構好きで朝ごはんによく食べてるので、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、ってことで久しぶりの当たりくじ10回引いた結果はこんな感じでした。今回もね、結構いい引きできたんじゃないでしょうか。結構ね、メロクロちゃん率も意外と高くてね、すごい満足度高いです。で、本日はですね、くじ引きの前に実はアベイルさんに行ってきてね、また爆買いしてきたので、そちらの方の購入品もね、また動画作ろうと思うので、楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。